大分ホーバーフェリー株式会社は、かつて、大分県大分市及び、別府市と国崎市にある大分空港との間で、ホバークラフトによる定期航路を運航していた海運会社、ホバークラフトでの旅客輸送を行う日本で最後の企業であった。1971年に、大分空港が大分市内から東国崎郡武蔵町、秋町へ移転した際に、 大分市、別府市内からのアクセスをより便利にするために開設された。だいぶ交通の関連会社である。大分空港は国崎半島の東端にあるため、大分市からは陸路では別府湾に沿って大きく迂回する必要があるのに対し、別府湾を横断するホバークラフトは所要時間を大幅に短縮することができた。大分基地大分空港間の乗船時間は通常、 約25分。1988年に JR 空航路のホバークラフトが瀬戸大橋開通によって廃止されたため、それ以降は日本で唯一のホバークラフトによる旅客定期航路となった。珍しさもあって、空港利用に関係なく乗船する利用客もいたため、体験上、しかしその後、大分空港道路の開通及び延伸、大分自動車道の開通、 別大国道の六車線への拡幅、日出バイパスの開通等により、県内各地から空港への陸上交通による移動時間が短縮し、自家用車や連絡バス利用の利便性、優位性が高まった。この結果、大分ホーバーフェリーは1990年の約43万9千人をピークに利用客数が低下。加えて、不景気で航空機利用が敬遠され始めたことから、 空港利用者自体も減っていき、その煽りで2008年度は、ホバークラフトの利用客数が、約24万9000人にまで落ち込んだ。会社としても売上高6億2000万円まで低下。当期純損失9300万円、繰越損失約3億900万円で、5000万円の債務超過に陥る。2009年度も運行を継続した場合、1億円超の、 赤字と2から5億円の債務超過が予想された。加えて、旅客用ホバークラフトは、世界的に衰退傾向にあったことから、船体の建造元である、三井造船は2016年限りで、交換部品の製造、供給を打ち切ることを、だいぶ、ホーバーフェリーに通達した。これらを受け、大分ホーバーフェリー株式会社は、2009年9月30日に、大分地裁へ、 民事再生手続き開始を申し立て、同日保全命令が下りた。負債総額は2009年8月31日時点で5億7300万円。38年間にわたるホバークラフトの運行は2009年10月31日をもって終了され、その後、4隻あった船体は売却。所有する事務所、乗り場、保守基地の建屋も解体撤去された。その後、 2010年10月28日に会社の再生計画認可が決定したが、最終的には2011年に法人解散となった。2020年3月4日、大分県知事の広瀬勝貞が記者会見の席上で大分空港アクセスとしてホバークラフト航路を復活させ、2023年にも運航を始めたい意向を表明した。かつての大分ホーバーフェリーのように、 運航会社が船舶を保有して運航する形態ではなく県が船舶購入費や港の関連整備を負担し公募した民間事業者に船舶を貸し付けて運航を委託する方法で航路再開を目指すという大分基地大分空港間は定期航路であるが大分空港発着の航空機の運航に連動しているため航空機の発着が遅れる場合はそれに合わせて 運行されていた。片道25分での運行を行っていたが、部品の消耗が激しく、コスト的な面を考慮して一旦は30分運行にしていた。しかし陸路との競争が激しく、連絡バスとの接続を含めて再検討し、29分運行になった。ホバーの高校特性上、波高が高い日やベップ1にノームがかかった日は運休と、 なったが、運行案内専用のフリーダイヤルがあったので微妙な、天候の時は事前に確認できた。また、大分からの始発便と二便が欠航になった場合は、タクシーによる空港までの代替運送が行われた。貸し切り利用もできた。大分空港の空の日イベントの際は、空港周辺の遊覧公開が行われたほか、水のイベントで大分市を流れる小野川を航行したり、 海のイベントでは、別府国際観光港から別府湾遊覧が行われた。かつては別府大分間にも定期便があったが、道路整備に伴って定期バス便の所要時間が短縮し、競争力が低下したことなどによって、1996年8月で廃止された。ドリームアクアマリン、大分空港沖で2004年7月撮影。 三井造先生メガボルト PP10 ドリームサファイアは2 0 0 2リフィーファワールドカップ大分開催に際して導入された最新鋭戦でバリアフリー対応としたことと推進エンジンを水冷式にしたことでエンジン室が大きくなったため乗船店員が他の3体の105名より少ない100名となっていた片道25分程度と短いことから確定内にトイレは設置されていなかった 2009年10月の運行終了後、4隻は旧大分基地の購入先の移行により、売却先や金額、用途は公にされなかったが、熊本県八代市の港湾に役業者によると、同月に八代港を経由して中国に運搬したといい、香港の港に経由されたと見られる写真が中国語のウェブサイトで発見されている。2012年11月、4隻のうち、 ドリームアクアマリン、ドリームルビー、ドリームエメラルドの3隻が再び八代港に運搬された。いずれの船体も汚れがひどく、ドリームアクアマリンは、キャビン部が焼損していた。3隻は、のずみ場に保管されていたが、2015年4月、初旬までに解体された。ホビー6号大分空港の高層路で2002年6月撮影。 三井造先生メガボルト PP5 ホビー2号、エンゼル2号以外は、船体延長改造を受け50人。メガボルト PP5 は2003年までにすべてリタイアし、すでに前提解体されて現存しない。なお、大分乗り場の待合室には、メガボルト PP5 とメガボルト PP15 の模型が、空港乗り場の待合室には、メガボルト PP5 の模型がそれぞれ展示されていた。 1970年代末には、ホビー1号の特注トミカが記念品として発売されていたことがある。ホーバークラフト自体の珍しさもあって、ドラマ、映画に登場している。ありがとうございます。